なんか夜キノコっぽかったもんね、名前的に。と花の3つ。キノコのね、採取ポイントを探すんじゃ。漬物石。キノコのこの子。お、これかな？キノコのこの子。ビリビリキノコ。違う。そのキノコじゃない。じゃーん。ヘビーメタル、潮風そう、棚田になってる。棚田にどうだいこのキノコは。あ、闇夜だけ、しかも一瞬で集まった。ラッキー。メタルハンドやないか。配信出た。深すぎて攻撃ができねえ。他の倒せた。やったぜ。毒の沼地これよくわかんないんだけど。今のね、思ったより深かって入るとジャンプができなかったんだよ。まあ達成。ここはもう一個あったっけな。どうしよう。オッケー。もう一個かな。あー、山の上がまだか。どうしよう。最終的には端っこなんだけど、石碑を調査。地図の印の石碑が先だな。割とすぐそこだし、みんな寝てるんでさーっとスルーしていこう。なんかかっこいいのを発見した。隙あり。仲間になってええんやに向かって。お、デスレイブ名前はかっこいい。でも普通にいるな。別にレアでもなんでもなさそうだなそこら辺中にいるわ。ほっとけほっとけ。スラッピキスラッピキ。すぐ発見。ブブ。アネモネお嬢が言ってた石碑だね。僕なら呼べるもん。竜の大地の礎は悲しき二頭の竜の慣れ果て。その名はファドラ、そしてマドラ。とりあえず OK です。空飛べるみたいなんで空飛んでみましょうか。金スラー。お宝。どこだ見つけたった。草原の。これか。
彼らと私では見ているところが違うようだね。これか。旅の扉だ。これといったのないな。灼熱強いな。お、ギガンテス、ドクロ大臣。ギガンテス、ででで、チェップ、ホームラン、センキュー。ギガンテス欲しいね。なってるな。やめて、ギガンテスが死んじゃう。よし、カモンカモン。よし、これで。はい、回復しろよ。キラーパンサーもいい。なんか色ついてたからレアかな。ギガンテス仲間ならなかったね、そういや。マドハンド、アクアトラップ、ベノムフィンガー、これ初めて。いっていっていって、毒、毒だ。じゃあ俺回復しとくから、またよろしくな。お、そしてスカウトさ、あんまレア感はしてないんだけど。もう終わりか。さすがに MP7 はちょっと。ギガンテスはスタンダードだね。あれ？コンボになった。把握できずに一瞬で死んだ。アサルトクローとメテオストライクがコンボになったのか。なんかレアそうなフィギュア。これ。ナインのあいつかな、豚ゴリラかな。豚ゴリラって何やねん。お、来た。これヒットポイント、守備力、そして凸のコツで金。いや、なかなか美味しかった。で、こっちは画面端まで来たので、でイベントもこなしたんで、ここを行きますか。こういう時落ちても大丈夫だと楽だな。落下ダメージね、割と痛い上に怖いんだよね。やばい、間に合い、間に合ったな。よしよしよし。そして連続旅の扉。キラパンとオーフクイーン、オーフキング。はい。特別ね、捕まえたいっていうのはないけど。メホマラ一発ぐらい使ってくんねえかな。ナイス。
お、アイテム部屋とか、これ1個しか開けれないんだよね。右。サンドワンダラーコイン。サンドワンダラーって誰だ。ヒットポイントと守備力と凸のコツだけど攻撃力が落ちちゃうのかな。まあ割と脆いしこっちの方がいいかな。で、あ、お前か。サンドワンダラーはさまよう鎧系だね。まあいらないですね。もっと金色、金色をください。キラパンとデスレイブ。一体わしづかみされた感。いやいいっすね。やっぱベホマラーは最高やな。もう強敵か。ふっきらましだな。攻撃切りたい。キラーマシーンはデインだよ。おお、いいダメージ。フェイトがこっちに。もう弾なくなっちゃったよ。コンボになってる、コンボになってる。世界樹の葉やな。ベノムフィンガーは清里毒ガード、まあ、ぶっちゃけ毒とかどうでもいいよ。落ちちゃった。危ない危ない。さあそれじゃあね、山頂に向かいましょうか。遠いな遠いな。どっからどう行っても遠いな。ちょっとギガンテス広場に行ってみる。コマンゲージが満タンだ。使っちゃう分。寝てますね。どこだどこだ。見つけたっと。木の下ね、初めて来た時はギガンテス赤かったから多分捕まえられなかったけど、今捕まえれるんじゃないかな。捕まえてみましょう。余計なことすんなよお前ら。スカウト成功だよ。俺こんなことされたやつのとこ行きたくねえけど。ここかな。顔すら見えてなかったよね今の。いやー、ハジャの剣か。まあまあまあ、ギガンテス君捕まえるかので、特に用事はなくなってしまった。石の上、ここっぽいな。スパーナ。
あと2個か持てるの。ライバル団が近くにいるブー。はじめは地獄だったこの草原も今ではね、こんな簡単に回れるようになりました。気持ち悪い。おー、なんかある。何出るかな。オーク風リリーフスープ、スタント物理攻撃耐性。かすめとる。見えへん見えへん見えへん。当てれるわけねえやろそんなの。視界もないやつからアイテム取れるわけないだろうが。さあ、帰ってきたのかこれ。どこだここ。あ、2個目だ2個目。じゃあとりあえず山頂まで向かって条件確認やな。デビルドラキー。嫌だね。お前が身ぐるみ置いていけ。お、タイヤが。ギガンテスコイン。お、闇夜だっけ。デビルドラキー。まあ山の上まで行く。一応行った後あるな。幽霊を探そう。石碑チェック、こっち。ん、これ毒の沼地か。何出るかな。ギガガッツコーヒー痛いけど別に毒になるわけならばよし。実は微妙に無理っていうね。光の石。どっから行くんだこれ。そっち、もっと上っぽい。高さが足りないよね。ただの屍ってもしかして夜に来ると起きるのか。夜が終わる前にちょっと話しかけよう。ほら、むにゃむにゃ。ただの屍じゃない。料理を与えるじゃねえ。話しかけられん。話、あ、外からだ。話しかけるの。おお、ちっこいのお主、お宝ハンターじゃな。わしも若い頃はお宝集めに精を出していたもんじゃってと。ね、あの山で持っていけんのでな、譲っておるんじゃ。では早速。どんなものが同じ。ついに来たね。
どんなものがお望みじゃ。あれ売ってね。77万7000、13万、131万、足りるわ。買う。ああ、手に入った。やっぱ世の中金だよ。翼の流石、あ、金でしたね。それが翼の流石と見抜くとは良い目をしておる。さすがは浮き瞳のことを言ったところか。お前さんならば7つの流石を揃え宝島へたどり着けるかもしれんの。わしの役目は終わったようじゃから眠るわい。ガイゾンのやつはくたばっちゃんじゃろうかのうと。ちっこいの欲は出しすぎるなよ。わしのようになるぞ。ではさらばだ。おっほう。もう一匹ね、いたよね。ただの鹿はね、どっかで倒れてた記憶が。やったぜ。まあこっちやね、こっち。ギガンテス。あ、ギガンテス、さっき仲間になる成功をしたような気がする。遠いな、無駄に遠いな。